ボートレースうつの G3 競争中日カップ予選の3日目も残すカードは12レース突起選抜戦のみとなっています。対戦メンバー1号艇福岡川上武史、2号艇東京寺本重信、3号艇東京品田直樹、4号艇愛知吉島義行、5号艇徳島菅文也、6号艇大阪永井良二、以上のメンバーです。インコースは1号艇川上武史が入ります。この絶好枠からシリーズ初勝利を狙う一戦です。2コースは2号艇寺本重信、寺本は前半6レースはまくり差しから2着に入っています。3コースは3号艇品田直樹、前半4着です。4コースは4号艇吉島義行、同じく前半4着です。5コースは5号艇菅文也、7レースは3コースから差し切って1着を取っています。3アウト6コースは6号艇永井良二は前半レースは4着に終わっています。カードは4コース4号艇吉島が取って3対3枠なり進入2つに落ち着いています。今日は1日を通して雨の中レースが行われてきましたが、水面は現在も非常に穏やか、ほぼ無風の状況ということになっています。第12レースのツッキー選抜戦スタート10秒前です。インコースから1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。6艇それほど差がないスタートになっています。ほぼ横一線のスタートを逃げたい世話1号艇川上、サース2号艇寺本、マクイザ3号艇品田、握っていった5号艇ですが内を突く4号艇吉島、6号艇永井です。逃げる1号艇川上先頭、2番手4号艇吉島優勢か、左右から3番手6号艇永井、外からは2号艇寺本、スタートは正常です。一周にマーク1号艇川上、4号艇吉島クリア、6号艇永井が3番先に回ります。切り込んでくる2号艇寺本、内をつく2号艇寺本が3番手争い参戦か、6号艇永井外、内側から辺先を残そうと2号艇寺本、3番手が激戦です。辺先をかける2号艇寺本、絞っていく6号艇永井、2番手まで絡んでくるんですが2杯を差し返す4号艇吉島、2番手3番手争い、今度は内側から3号艇品田、外は2号艇寺本、最内から5号艇菅と3艇混戦、3番手争いです。2周にマーク1号艇川上、そして4号艇吉島、3番手内を抑えて3号艇品田が先回っていく、切り込んでくる2号艇寺本、内を突く2号艇寺本が3番手浮上、上位は1番4番2番の順、最終周回です。1号艇川上武史が独走で3周1番クリア、2番手4号艇吉島が優勢に回っていく、3番手から握り込んでくるのは2号艇寺本、寺本3番手から2番手定冠詰め落としましたが若干膨れたが、2番手4号艇吉島が現在2停止リード、3番手から2号艇寺本、4番手は3号艇品田が続きます。最終ターンマークは逃げた1号艇川上武史がトップターン、2番手4号艇吉島先回っていく、最後切り込んでくるんですが2号艇寺本の差しは一歩届かず、1番4番2番の順、先頭1番川上五輪、2番手4番吉島五輪、3番手2番寺本五輪、3番の品田、後方6番長井と5番菅は接戦で五輪です。